まあとりあえずやってみて興味湧かなかったり面白くなかったらやめればいいかっていうぐらいの、まあ、軽い気持ちではあったんですけど、うん、船のファイナンス案件か船の紛争案件かどちらかというのが、まあ、本当に 50-50 ぐらいの割合でというところです。当時2年目とかだったと思うんですけど、2年目ぐらいだったら、まあ、自分に声がかかりまして、で、勉強してこいと言われまして、感想は最初はもうちんぷんかんぷんで、頼れる先輩もいるし後輩もいるし、僕が逆に相談を受けて頼ってもらうこともありますし、お互いの相乗効果みたいなところにつながっているのかなっていうのは、 TMI の採用担当者としてはぜひ TMI に入ってから行ってくださいっていう感じはありますけど、まあちょうどなんとなく方向性が見えてきたとか、まあ人によってはもうこれで食っていきたいっていうのが見つかる頃なんで、そこで、まあ、それを持って留学に行って、その留学先の留学生活を充実させるっていうのが、まあ、一番じゃないかと。大事にしてるのはフットワークとネットワーク。